おはようございます。今日の話は神様を味方にする法則という本の中から人生のシナリオという話です。どうも私たちは生まれる前に自分の人生をシナリオに書いてきているようです。自分はどういう場所でどういう名前で生まれ、どのような人生を経ていつ死んでいくということを全部自分で決めているらしいのです。自分のシナリオ通りに生まれ、時に病気や事故に遭い、予定通りの日時に予定通りの事情で死んでいく。不運不幸で死ぬわけではない。自分で書いたシナリオですから、自分で人生で起こることは全部自分にとってベストの出来事です。ベストなのだから病気はつらい、嫌だ、どうして事故に遭ってしまったのかなどと思い悩む必要はありません。死についてもそうです。50歳で死ぬ、80歳で死ぬ、100歳で死ぬ、一人一人がみんな違う。あれをしたから死んだとか、こうしていれば死ななかったとか、そういうことはありません。病気や事故で死ぬわけではなく、老衰で死ぬわけでもない。死ぬのはそれが自分で決めた寿命だからです。もっと根源的な部分の話をすれば、人間は長生きをすることが目的なのではありません。死ぬまでに何をするのか、何を残すかだけ、自分で決めた通りに生き、死んでいくだけです。小林誠寛さんは人生のシナリオについてこう述べています。私たちの人生はもう決まっているようなのです。こういうことをやるためにこの世に生まれてきたということが自らのシナリオによって決められているようです。その流れなりシナリオなりが読み取れる人もいます。読み取れない人もいます。読み取れない人には共通項があります。それは好きなことはやりますが嫌いなことはやりません。夢や希望のためには努力を惜しみませんが、それ以外はしません、という意味で自我がものすごい強い人です。反対に流れが読み取れる人というのは、そうした自我がほとんどない人です。いつでもやる羽目になったことはやります。自分がやらなくてはいけないような状況になったら笑顔でやりますと、お任せができる人です。お任せをしていない人はほとんど流れが見えてこず、お任せをしている人は流れがよく見えてくるのです。人生の前半生は夢や希望を追い求めることもいいが、人生の後半生は夢や希望ではなく流れに任せて成り行きで生きた方がすんなり生きられる。それは頼まれごとの人生です。自分の意思ではなく人から頼まれたことを淡々とこなしていくということ、頼まれたことを淡々とこなしていくと、どうも自分はこっちの方向で生きていくのかもしれないと分かる時が来ます。それが流れが読み取れる人です。人生のシナリオに気づける人でありたい。じゃあ今日これで終わります。